酒茶漬け、長屋園の酒茶漬け酒茶漬けとは、茶漬けの一種でご飯に酒を乗せて、その上から緑茶をかけた食べ物である。酒の形状は、刺身状のものでも焼き酒を、そぼろ状にしたものなど数種類ある。刻み海苔を振りかけたり、わさびを使ったりと、バリエーションが豊富である。北王子路山人は、著書、路山人味道の中で、茶漬けにするのであれば、酒より、 マスの方がマサルと述べ、青マスの茶漬けを絶賛している。長屋園により、インスタント茶漬け、お茶漬けのりの一つとして、酒茶漬けが販売されている。通常のお茶漬けのりに加えて、フリーズドライ加工した酒が入っている。酒茶漬けはお茶漬けのりの初のバリエーション商品で1970年に発売された。酒茶漬け CM には、北島三郎が起用され、 CM ソングは彼のヒット曲の一つである、函館の女の替え歌が1971年から2003年まで使用された。他社からも同種のインスタントの酒茶漬けが販売されている。日本ロングセラー校第29回長谷へお茶漬けのり、コムジーン NTT コムウェア2010年7月16日閲覧、ありがとうございます。